今回は足利市の観光スポットを紹介していきたいと思います。足利市は東京駅からアクセスは北千住駅で有料特急両毛に乗れば2時間もかからずに足利市駅に行くことができる場所なんです。観光名所があるのは足利市駅から15分前後歩いた JR 足利駅側にあるんです。観光名所は足利フラワーパーク、足利織姫神社、万奈寺、史跡足利学校跡などの観光名所があるんです。他にも神社仏閣がたくさんあるようです。足利フラワーパークへ行ってみたいと思います。足利フラワーパークは JR 足利駅の隣駅、足利フラワーパーク駅が最寄り駅になっています。 JR 両毛線は1時間に1本しか電車が来ないので、電車で行かれる方は電車の時間を事前チェックが必須になります。都会の電車とは違い、1本逃すと1時間後の到着になるので気をつけてください。足利フラワーパーク駅から正面入り口までは徒歩10分くらいあります。電車で行かれると電車の利用客のチケット購入の列ができ局所的な混雑が起こります。窓口1個なので結構並びました。栃木県足利市堀米町に早川農園として1968年に開園します。以来250畳の大藤として愛されておりましたが、都市開発のため1997年に現在の足利市浅間町に移設します。そして足利フラワーパークとしてオープンしました。もともと湿地帯だった場所に移設したため、園内には250トンを超える量の炭を敷き詰め、土壌の浄化、活力を高め、すべての生命体の活性化を図りました。園内の拡張整備も進み、現在は10万平米の敷地面積となっています。園のシンボルである大藤は、日本の女性樹木医第1号である塚本小波氏によって移植され、大藤当時樹齢130年の移植は前例がなく常識を超えた移植プロジェクトに全国から注目を集め、日本で初めての成功例となりました。大藤4本、野田クシャクフジ3本、八重黒龍富士1本と80メートルに及ぶ白富士のトンネルは栃木県天然記念物に指定されています。これらが見ごろを迎える4月中旬から5月中旬の1ヶ月間は藤の花物語大藤祭りが開催されています。また10月下旬より開催されるイルミネーション光の花の庭は夜景コンベンションビューローが認定する日本最大イルミネーションに選ばれ、2016年から2022年まで7年連続で全国の夜景観光誌が選ぶ全国イルミネーションランキングにおいてイルミネーション部門で全国1位を獲得しています。四季折々数多くの花々で飾られており、年間で150万人以上の来園者が訪れる場所なんです。湿地帯の土壌の浄化、活力を高めての日本で初めて大藤の移植に成功する、こんなすごい場所だとは知りませんでした。日本三大イルミネーションに選ばれているなんて知らず、季節外れに行ったことを後悔しています。
足利フラワーパークで特に人気の季節は春の富士の季節と冬のイルミネーションが人気なんです。富士の花といえば鬼滅の刃ですよね。足利フラワーパークの富士の花が作中に登場する富士重ね山とそっくりとのことで聖地となっているようです。鬼を退治する組織鬼殺隊になるための最終選別の地として登場する富士重ね山なんです。この場所には藤の花が咲き誇っていて、確かに足利フラワーパークの藤棚とそっくりなんです。私が行った時は10月で藤の花は咲いておらず、藤の花のイルミネーションのイメージ写真を見て、こんな大々的にやっていたら壮観なんだろうと思いました。鬼滅の刃では鬼は藤の花が嫌いという設定があります。夜にライトアップされた奇跡の大藤はアニメにも描かれた藤重ね山まさにそのものと言われています。幻想的に照らされた藤と花の匂いが香る空間は一度は行ってみたくなりますよね。イルミネーション開始2週間前に行ったこともあり、イルミネーションの準備が着々とされていました。ピークシーズンではなかったので人でごった返しているわけでもなく見ることができました。電車の関係もあるので所要時間は2時間くらいを見たらちょうどいいと感じました。その後は足利駅に戻って散策していきたいと思います。